どうもみなさん、きみ F です。積み毛を消化する様を実況動画として上げていこうということで、ダンジョンマスター RTA 版、あ、ごめんなさい、RTC 版ですね、RTC 版、えー、続きをプレイしていきたいと思います。えー、で、現在、レベル7、地下6階の、えー、ゴーレムを3体倒して、で、1体の奥にあったこの階段を降りてみようと思うんですが、一体どこに繋がってるのか。 ああこんな感じこれ何スイッチ。これどこだえー、っと、地下7階だよな。んあここか。あさらに何かに繋がったぞ、こりゃ。すごいいろいろショートカットできるじゃん。どんどん下れるけど。 さに下れるあスイッチあるけどここ何階ださすがに何階か,か確認してからにしようここもまたショートカットの一つかえー、っと とここが、えー、っと、あそこだよな、あの、広場があったところだから、えー、っと、レベル8か。えー、っと、レベル8、ちか7回レベル8ね、8、レベル9、10、えー、11、12、12回が、 私が12回、レベル12が私が最後まで降りたことのあるところなんで、ここはレベル13か。レベル13か、行ったことないとこだな。どうしようかな。 でも一回ここに来るには上から来るしかないかでもあそこには普通にスケルトンキーでいけるからなよしここを覚えておくだけにしようあとでえー どっかまあ普通に攻略したらにするか大丈夫だよね何もないよねとりあえずはえー、っとレベル12地下11階を 攻略をしましょう。ということで、えー、ついでだから水汲んできたりしよっかな はい、ということで、えー、レベル12、地下11階まで帰ってきましたが、そうですね、とりあえず、えーっと、これだ、この状態で大丈夫だっけこの状態がまずいんだな、こっちだな。えーっと、そうだな、こっから見て、えーっと、どっちがだっけ 敵がこっち側かな敵が見えててこっち側まではどうやら入ってこれそうにないという廊下がここだったと思うんだがここですねここから制圧していきましょうかえー、で分かったこと 頑張ればなんとかなるでそうですねとりあえずあの物理攻撃が効かないやつここにいない間に物理攻撃が効くやつを倒してしまいたいよしよしよしいいぞいいぞ奥にいるなあいつ こいつもフィジカルがすごいからな逃げてったかただ逃げられないんじゃないかあそこに敵がいるからいや逃げたんじゃないな多分よし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 危な危な危ない危ない危ない,危ない よし、とりあえず2体倒したからセーブでそうだな2体倒せたからどうだろうこいつらね避けるんですよね呪文を当たってない効かないのかなと思ったんですけど多分避けてるんですよね えーっと、避けましたね、今は。今のも避けたな。うん、当たってないんじゃないと思うんだよな、ね。これでも当たった、当たるときと当たらないときがあるんで。よし、今、あーし、やったやったやった。一体やった。そうか、あんまり硬くないぞ。そうか。 実戦したのは当たってなかったからかあんまり硬くないぞこっちが魔法の威力が上がってるっていうのもあるかもしれませんが奥に行ったな やったか飛んでくる気配もないし近づいてくる気配もないが物理攻撃が効かないのでねっていうかあれなのやっぱり敵と戦ったり呪文使いまくったりしてって修行してから来るとああまだいるな。 修行してから来ると違いますね。来たな。ただ、多分唱えられないんだよな。これはいけるあいけないよね。うーはうーふか。うーふの方はうーふの方はこれなら唱えられるか。交換して。 いやー当たらないなぁよけるんだよな寝ていいかな堂々と寝るかもうゴーレムの前で寝たんだからこれぐらい何も怖くないそこで待っててくれましたねじゃあうーの こいつどういう存在なんだろうななんかまあ物理的に効かないから幽霊とかに近い存在なんでしょうけどそれにしたってあまりにも生き物じみってないというかなんか分子とか原子とかそういう世界の 存在みたいに見える。ああダメか。じゃあううと交換して一応当たらないんだよね。呪文の命中率がもあ,あるんだろうか。 もうダメか回復したしたね当たらないんだよね。で寝てえ。ちなみに食料もね、微妙になってきたんですよね。だからどっかで手に入るんだったら手に入れたいんですが。 かかにに行かなきゃかな、きゃやっぱまたよしよしよしやったやったよーしいいぞやっぱりこうなんでしょうねちゃんと強くなってるんだなっていうのを実感すると嬉しいですねでえー、っと そうだなあまあとりあえずもないね部屋だ小部屋かな 部屋だなここで休めるな、まあ、正面のところが敵が湧いたらちょっと厄介なところではありますが休めるときに休んでおくかで あーっと、危ない。入ってくるよね。一発じゃダメか。ん消えたいや、なんか、存在が薄くなった。そんな感じなのそんな感じの敵なんか。 逃げたのかなとりあえずお互いにこれは唱えられるようにしておいてあんまりあそこはじゃあ休めんなああいるね奥にさっきのやつかなあいつも逃げるのかな あ、当たった当たったちょっと油断ならんなここはなんかで開くんだろうけども。 かにスイッチでもあったかなこれスイッチとかあ,あ、スイッチ。あれ違うのかどこだ行ってないと。あ、ここだ。うっぷす。あ避けたな避けたというか、俺が当てられなかったというか。当てた当てた。当てたが。当てたかって感じだな。ただ積極的にこっちに向かっては来るか。 存在が消えかかけたりしてんのかなあれ逃げるいや違うかこの呪文唱えづらいなあーっと危ない一応締めとくかこいつすり抜けてきそうだけどみんなよく生きてたな 大丈夫かなやっぱり油断はできませんね。 とりあえずセーブして今大丈夫そうだからで一定の距離離れたら枠とかだったらまたそれはそれで危ないんだよななんかこれあそこに繋がってんじゃねそうだなここを開けられるのか スイッチとかそういう話じゃないっぽいなまあいいやどうしようかなんかそっちにも脇道あったけど。 とりあえずこっちから見ていくかただアイテムがあるだけトーチああ 食料がね危なかったんですよりんごかまあいいや一応今みんなも腹減ってないからそうですね一応ちょっとここ大丈夫かなまあいいやとりあえずここで今回は終わりにしたいと思いますどうもお付き合いいただきありがとうございました